はい、あきらけです。周回遅れ感ありありなんですけど、オズモモバイル2、オズモモバイル2買いました。買ってしまいました。なんで今頃これを買ったか、ジンバルとしてはね、他にも持ってる電動ジンバルというかね、電動スタビライザーといえばとしてはね、ビホルダーのこれ DS1なんですけどね、こんなのも持っております。持っておるのに、おるにもかかわらず、何故、今頃になって、オズモモバイル2を買ったのか。しかも、オズモモバイル2に適したスマホ持ってません。私いまだに iPhone5S かな、スマホとしてこのサイズのスマホとしては iPhone5S を SIM なしで使っておりますが、こう買った理由というのはですね、こいつです。こいつ、こう360度撮れるカメラ、これね、1万200円、安い1万200円で売ってます。片落ちなんですけどね、片落ち1万200円で売ってます。もともと発売された当時、2016年には5万円を切ったぐらいの価格で売り出されたのかな。画期的に安いとまで言われてましたけどね。ただしこれサムソンの、スマホのオプションとして、売り出されたもんなんで、サムソンのスマホがないとちょっと使い勝手が悪いという、そのせいで、安いんだよねみたいな感じで売られていたもんなんですけど、今や1万200円です。で、これを買ってしまったばっかりに、その後いろんな散財を続けておるわけですけど、それの一環です。買ってしまいました。15,800円、16,800円、15,800円、そんなもんでしたね。トリセツと、よいしょ。おお、なんかね、オズモモバイル最初のモデルはなんかポーチみたいなのついてたみたいですけど、これ単なる発泡スチロールの緩衝材ですね。でもこれケースとして十分にいけんじゃないかな。で、本体は前のモデルよりも随分安くなったんで、いろんなところでコストダウンが図られてるんだ。お、軽いそうなと。これが欲しかったサイドの理由はこの軽さなんですけどね。これを持ってるにもかかわらずって意味ですけどね。これ DS1 でお使いはいいんじゃないかという気もしないでもないですが、これでね、これにいわゆるこれをセットアップしてってやるとね、めちゃ重い。片手で長時間こう片手使いますわな。ずっとやるには厳しいので、ちょっと軽いモデルが欲しいというんで、これを買ってみました。で、これにスマホではなくこれを組み合わせると、そういう方法で使うつもりで買いました。ちょっといろいろこうやってみようかなと思います。はい、それでですね、こういうものを作りました。これこの部分は、ダイソーで買ってきたスマホケース、下切ってあるんですけどね。これ穴開けてお守りがついてます。こういった電動スタビライザー、使ったことある人は想像つくと思うんですけど、バランスを取らなきゃいけないんですね。モーターの力で支えてることは支えてるんですけど、モーターに負荷をかけないようにこの、なんていうかね、こう、重量バランスが取れてる状態で、モーターがさらにアシストしてくれるという形を作っておかないと、モーターにものすごい負荷がかかるので、バランスを取るということで、カメラとバランスを取るために、重りをちょっと工夫して、こういうものをつけてみたんですね。それで、こう、うまい具合に。こうバランス取れて、これでいけるかなって思ったらですね、そう、あとひねが下ろさないと。これについてはね、そうかもしれないなとは思ってたんですよね。この電動スタビライザー、オズモモバイル2自体が、重いカメラはダメよと。カメラというか、スマホの、重量制限あるわけなんですよ。こう、重量制限はるかに超える重量のものが乗っかってるんで、ダメかもしれないなとは思ってたんですが、実際にダメでした。
この方法ではダメでした。電源入れてみますよね。そうするとですね、わかりますか？一応なんかこういけてる風なんですけど、これ振動出てる。これちょっとモーターがのパワーが足りてないよと。モーターのパワーが足りてないよという、これ重すぎるよと。まあ、こうバランスは取れてるんだけど、こう重りを乗せる分、この部分の総重量は当然増えますよね。で、重すぎて、まあ、ダメだと。で、この方法は失敗と。はい、それでですね、意外とね、答えは単純なところにあったというかね。まあ、いろいろ考えてね、バランスを取って、なんだかんだって考えてたわけですよ。でもね、最終的な結論はね、テープ、両面テープと、それからビニールテープ、負けと、単純に負けということで、ここの部分はちょっとコルクがね、これがね、なんかの弾みで、ゴチンってぶつかった時に、こうレンズとかプラスチックカバーが傷つかない位置を貼ってあるんで、これはあんま気にしない。で、こういうことです。この黄色いのはね、別の、昔使ってた、カメディア C2 っていうデジカメがあったんですけど、カメディア C2 の水中ハウジングについてた重りです。そんなもんね、物持ちいいんでね、まだね、カメディア C2 2台持ってますからね、私。まあ、それとハウジングと、まあ、重りがあったんで、まあまあ重り。で、これで、こう両面テープね。まあ、ここも両面テープね。あとはビニールテープぐるっと巻いて。こんだけです。こんだけのことでした。はい。これで、電源入れます。入ったかな？入ったかな？入ったかな？はい。ちょっと、あれやめな。これで、ウィーンって落としませんよね。これで。まあ、そうやりたいのはね、なんていうかな、360度カメラをちょっと触ってね、やっぱ水平を保ちたいっていうのがあってね、まあ、それ用に、こう、導入してみようかなと思って。ね、いけてるでしょ。だから、いろんな複雑なことをやるわけじゃないので、まあ、この程度撮れてれば、十分ですね。結果、これを使って、作った動画というのは、まあ、別な動画を見ていただくとして、まあ、とりあえずはこの動画は以上と。というわけにまあいかずね、まあ作りますわな、かっこ悪いんでね、あれじゃ。でまあ真ん中のゴムを外して、中央は六角です。六角を外すと部分が外れます。まあやりたいことはまあドリルで穴2つ開けると、そういうことなんですけどね。で、真ん中外したら裏のをぐるぐる回すと、まあ、ポロリと取れると。まあこのために買ったもんですからね。まあ気兼ねなく、それほど高いもんではないですしね。まあ穴開けたところで使えなくなるわけじゃないので、ネジの通る穴を2つこの後開けるんですけど。まあこれ開けて、ちょっと組んだとこですけど。で、感心したのがね、このゴム、このスマホを押さえるためのゴムがね、サイズが違ったんですよね。なんでかなと思ったら、これね、重りが入ってるんですね。ちゃんと左右のバランスを取るためにね、こう重りをつけてるって、まあ、DJI、まあ、ここまで、丁寧に設計するんだなとちょっと感じしましたね。まあ、設計ミスだったと言えなくもないんですけどね、あとから辻褄合わせをちゃんとやったという感じですかね。はい、そんなわけでですね、ここでネジ止めで重りが、最初なんかこうやってやったのがいいかなと思って、こうやったらなんか振動が出るんだよね。こうやってやったらうまい具合にいきました。で、まあ上はネジで止まってます。まあ、ゴム張り戻して、まあ、まあこんな感じですね。でも上外して下の重り外せば普通にここスマホつけますけどね。ちょっと電源入れてみましょうかね。いったかな。まあまあこんな感じで、よいしょ。ちょっと振動出るかな。もうギリギリなんでしょうね。ちょっとまあこれで様子を見てみようかなと思います。以上、オズモモバイル2を改造して、ギア360の古いモデル、2016年版のギア360を乗せてみようでした。アキラ K でした。